知れないじゃん、だって。え？いや、やっぱ封筒で多いと思うのよ。だってさ、いつさ、なんかね、どこでどんなことがあるかわからないじゃん。だからもう。はぁ！やだ！もう！ゲリマです！皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。もう、素敵な毎日をお過ごしでございましょうか。もう、ね、あちらもいいですよね、本当に。本日も、始めました。本当に言ったゲリの話、セキュラーに。隠さず皆様にゲットさせていただこうと思いますのでよろしくお願いします。私は東京に住んでた時の話なんですけど、このまま出会い系サイトで知り合った殿方の営みが決定いたしまして、よし行くぞと、新宿三丁目で待ち合わせをして、なんかこう、まあ、見た目こそ普通のこのおじさまでこうスーツ着てて、多分仕事帰りのおじさまだったんですけど、声が超渋くて、もうなんか声ってさ、なんであんなさ男の魅力をさ、なんか 1.5 割とか2割もしっかりしてくれるんだろうね。あのすごいいうとこで、なんか見た目こそすごくタイプだったかって言ったらそうではないんだけども、もうその声にもう思いっきり気をつけられて超やりたくなっちゃって、私で、どこで行きます、どこでやりますって言って、なんかいつも行ってるホテルがあるから行こうって言われて、わかったって言って行ったら、なんか多分3丁目のなんかホテル今もあるのかわかんないですけど、結構こう各部屋がいろんなこうコンセプト別にこう分かれてる、結構こうコンセプチュアルホテルみたいな感じで、なんかお姫様の部屋みたいなのとか、遊郭の和室だったりとか、なんかそういうののなんか雰囲気を表してるこうホテルがいっぱい、部屋がいっぱいあったんですけど、で彼が選んだのがなんか拷問部屋みたいなの。でもうその辺からもうこの彼もなんか結構声トーンに強くなってきて、もうさ、もう入ったらすぐやろうねみたいな。もうでそのままお部屋に入ったら、まあ拷問室でびっくりするやん。もうね、和洋折衷、もう何三角木馬からこういうなんかギザギザの石に正座して上に石が置き出すとか、こう棺棺桶で、当時ああいうのもちろんなんかね、こうなんていうの、ほら針がさ、こうバーってあってバタンって閉じたらぐしゃってなっちゃうやつとか、でもなんかやっぱ作り物だと針は一応なんかこうなんていうの、本当の針じゃなくて先端がこう丸いくなってるやつだったんだけど、まあ、それで、まあ、実際使うわけじゃないと思ったからさ、この雰囲気で立ちながら楽しみだなと思ったんで、あとそのハーネスとかさ、なんかこうムチとか猿靴は置いてあったから、これは楽しみだなと思って、でハグハグしてみてさ、耳元で今日はもうなるほどマジで揺らしちゃうかも。で楽しみ、もうベッドごと揺らしてみるみたいな。でもうそれはもうさ、超激しくやってくれるんだと思って、で最初のこの前儀が終わった後に、まあ、ベッドから立たされたちょっとなんですけどね、そしたらなんか天井に手錠がこう装填されてて、手錠がぶら下がってるわけで、これに手かけてって言われて、で分かったんです。彼はこう自分の手をこうやって、両手をこうやって、でも本当、足浮いてる状態なわけだし、で、これでどうするのかと思って、行くぞって言われたら、うん、クリーンと思ったら、私を、ぶら下がってる私を、もう、バンバン揺らしたわけ。揺らしってそっち？私ぶっこんだ状態で、2人で、こう、彼が私をこう、一部でベッドごとギシギシ揺らしてくれるかと思ったら、なんか手錠にかけて浮いてる私を本当にフィジカルに普通に揺らすだけなわけ。ちょっと待って、もうその時もこうですよ、こう。のせるとこうだったの。ビンビンになってたけど、もうどんどんこう、みたいな。でも、手首も超痛くなってくるし、で、その後に、痛いっつって、で言ったら、まあ、そこまでやめてくれるんだよ。あ、そこは手術なんか、みたいな。取ってくれて、でも手大丈夫みたいな言われて、でも超痛いやつ見て分かるみたいな、すげえ痛いみたいな。もうこの手錠もガチの手錠だからさ、72キロぐらいの自分の体重をね、手首だけでさせるわけ。もう超痛くて慣れちゃってさ、私痛すぎて、ここがやりたいんだよ、やりたいのに慣れる気持ちって分かる。でもそれでもそのままちょっと、じゃあ痛いんだったら今日は、まあ、しょうがなくやめようかみたいなことを言われたんだけど、いやお前が決めないでよみたいなね。でももうちょっとこのちょっと待ってって言って、もう勢力と痛点どっちが勝つとか、ちょっと勢力を勝たせたいから、ちょっと
2分待ってくれっつって言ってでずっとこう待ってたの。そしたら彼がさ、その間シコ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 タイムだから自分のテンション上げてくれるためにシコシコタイムしてくれで、でこうそれ見てたら結構自分ムラムラしてきたからさ、それでやれたんだけどさ、なんかそのさ、慣れた私にさシコシコタイムしてくれるぐらい優しいんだったらちょっとさ、天井に化粧とかかけて揺らす行為はやめてくれればよかったのにね。痛かった。